はい、皆さんこんにちは、こんばんは、きーちゃんでございます。今日はですね、Vlog を撮る予定でのオープニングというか、これから美容室に行くのでちょっと軽いメイクをするんですけど、もう着替えて、そしてピアスは一応してます。でメイクしながらちょっと雑談をして、この部分はそんな入れないかもしれませんが、これからやっていきたいと思います。ご飯はね、まあ食べれたらというかまあ食べたいんだけど、で今日はね、これ使いたくて紹介したっきりコロナになってメイクが全然できなく、やっとこう最近復帰して使うようになったソポのね、あのコンビニコスメ購入品のやつで紹介したファンデーションです。まだちょっとなんかイガラっぽい時もありますが、それをね塗っていきます。で実際肌にのせた感じはこんな感じなんですけど、こう、やっぱ明るめなのかなって思うんですけども、でもなんか馴染みも良くって結構浮かないかなっていう感じはあります。なのでこの色で良かったのかなってちょっと思うんですけど、まあその上にパウダーをするので、ちなみに今日唇にもうピリピリしてるやつを塗ってある、まあ、こんな感じどうですか。ちょっと塗り方があるかも、まあまあのカバー力じゃないでしょうか。まあ全部隠しきるっていうのはね、なかなかね。もうこちらの今日はコンシーラーを使います。メッセージです。このねコンシーラー安いのにねすごく使えます。でウォータープルーフとか、まあそういうものの、ものではないので、確かにこうあれですけど、ウォータープルーフとかそういう汗とかに強いものではないかもしれないんですけど、カバー力はね、あの結構ある。あのクッションファンデでね結構隠れてるから、そんなにね重ねなくていい感じがしますね。あんま気にならないよね、こう見ると。うん、気にならん。で私最近このミシジももちろん使うけど、このねやっぱフォレンコスはね、やっぱウォータープルーフだからね、まあ冬だから汗をかくことはないけど、なんか落ちがあんまり心配ない。だけどこれもカバー力もいいし、もう一個ね使ってるやつも結構こう密着度がいいので、コンシーラーはね今使ってる3つは私の中では外れはないかなって感じで、上から重ねるパウダーがセラフォアのエッセンスパウダー、これはミディアムベージュで、もうこうやって入れといて、まあ上からこう重ねる感じだけど、今日カバー力結構いいから、そんなに綺麗に重ねなくてもいいかなっていう感じかな。まあ今日ほんと美容室しか行かないし、2時からだし、まあその後横浜だから4時ぐらいに終わったとしても、ちょっとカフェして帰ってくるぐらいだと思うので、あとなんか夕飯は多分なんか買ってくるぐらいだと思うので、そんな大した感じじゃないんですけど。でこれねチフレ、そろそろねアイブロウもいろいろ買い足さなきゃねって感じ。ずっとメイクが3週間ぐらいできなかったのね。だからさ、やっぱり久しぶりにメイクをしたらね、すごくねテンションが上がった。その復帰の時に、出かけますって時にすごいテンションが上がったっていうか、やっぱメイク好きなんだなって私なりにこうメイクをして、あ、やっぱり好きなんだなって思いました。こういう風にね動画を撮れるのもやっぱ嬉しい、うん、声が戻ったからね、滑舌もね治ってきたね。はい、こんな感じで眉毛を描きました。で今後の目標としてはやっぱりね、この上から眉マスカラとか塗っていくのも今後やりたいけど、まあこれでいいか今日はって感じ。そしてもう一つね、ご紹介しましたソポのアイパレットのスモーキーブルーです。まあブルーが入っちゃってるんであれだけど、ちょっとなんかアクセントでこの時期でも使えるかなと思って今回使います。はい、使ってみたかったので一回だけね使ったんだけど、まあこれくらいのやつでいきますかね。この辺をまず塗ってこう。で装置をした時も綺麗だったから、実際に乗せたら絶対綺麗だと思ってて、でもちょっとなんかさ、
私のこうテクニック塗り方じゃさ、ちょっと難しいパレットであるんだけど、でもなんかなんとなく乗せてみる感じで乗せる。まあ4色さ全部使わなくてもさいいけど、まあこんな感じでここを乗せます。そしたらあとこの2色がね、まあ普通にさこれだったらブラウンメイクじゃん。でもこれをさどっかにアクセントを置くことによってブルーが映えるとは思うんだけど、それがねなかなか難しくて、まあ、とりあえずここをちょっと締めますか。まああのブラウンにしたいなって時はもうこれで全然いいんだけど、これはまあここの下に塗ります。ちょっとブラウンがついちゃった。これラメだからさ、こんな貼り付かないんだけど、あんまり。これ手でやった方がいいかもしれない。したらここですよ。どうしようか。下の辺にちょっと入れようか。どうなの？こんな感じで入れてみた。どうかな？まあ、ありかな。まず入れて、結局濃いブラウンの上に重ねる感じに今日はなったけど、下にもちょっと入れる感じ。どうです？あ、綺麗じゃない？でこれでアイシャドウじゃない、アイライナーで締める感じでいこうかな。これでも冬でも違和感ないよね。でこれもそうなんですけど、パラドゥのペンシルアイライナーです。私ずっとリキッドを使ってて、で買った時にペンシルしか置いてなくて、こちらペンシル買ったんですけど、全然今でもねリキッドの方あります。はい、そちらはまだあるので買ってないんですけど、まあこのパラドゥの私この漆黒が好きなので、まあこれはね漆黒ってよりもなんかちょっと茶色が入ってる感じがするんだけど、アイライナーの方リキッドの方はもう漆黒なので、だから2本揃えてもいいかな全然って感じなので、またリキッドねなくなったら買いに行きます。で今回はこのペンシルで、このねやつね、けど描きやすいのよね。とにかく描きやすいから、こうスルッといけんの。うん、こんな風にね。だからねすごく映えるアイライナー、こんな感じ。目元すごい綺麗だね今日。で眉毛もねなんか形がさ毎回変わっちゃうんだけど、なんか今日はちょっとあれね、今日はうまくいったかなってわかんないけど、うん、こんな感じで、まあ季節的にこのグリーンブルーはちょっとあれかもしれないんだけど、こうやって見るとすごく綺麗だし、こうやって使うのありだなって思います。ただまあ職場にしていく方とかはこの感じはちょっと派手なのかなわかんないけど、まあこうやって出かける時ぐらいいいのかなとは思います。あ、それでセザンヌの、パールグローチークを、まあでもチークがこうやって入ることによってちょっとこの目元が、うん、まあ落ち着いて見えるのかな、どうでしょうわかんないな、うん、だからこのチークね結構こう発色がいいからさ、あ、でもこうやって見るとさなんか落ち着いてちょっと見える気がする。動画だから派手に見えちゃうかな、です。で今日は、リップは、こちらエスポワです。色合ってるかわかんないけどちょっと塗ってみますね。うん、どう、あ、いいんじゃないですかね、うん、こんな感じで今日はリップを仕上げていきました。もう今日髪の毛色を変えるのとちょっと切るので、まあ、あえてそんなにやることはないです。なので、このまま溶かしてこういう風にいこうかな。何もつけずにって感じです。はい。こんな感じでいきますね。なんか久しぶりにメイク動画撮ったよね。はい、どうでしょうか。これがどう変わるか。これがビフォーでございます。まあ、写真も後で撮りますけども。後ろ結構伸びてきて、もう前髪もねないので、あともう年齢的に仕方ないんですけど、白髪とかそういうのもちょっとうまく
やって。で、前髪作るかもしれないし、まあ、長さはね、絶対短くなります。私はもうこれでうざいので、もうこんだけ伸びると、もううざくなってきちゃう人なので、まあ、絶対切るんですけど、どんな髪型にしようかは、担当の方に、決めて、っていうか相談をしてって感じになると思います。で、いつもアンテナミニモを使っていくので、はい。ミニモね、私にとっては、うん、って言ってもさ、ミニモもちょっと高くはなってきてるけども、でも普通に出すよりは全然安いので、今回はカットとカラーで約4000円なので、まあまあ安い方で。なので、じゃあそれでちょっと横浜に行ってきますので、その後ねお昼食べたりとかカフェとか寄ったらちょっと入れたりとかして、まあ Vlog を仕上げられたらいいなと思っておりますので行ってきたいと思います。またねー。